山本由伸選手、ドジャース新記録達成で4勝目、世界中大騒ぎ、もう頼もしすぎるぜ。ドジャースは今日試合前時点で5連勝中、今季24勝13敗とし、最新のナ・リーグ西地区の順位はこのようになり、メジャー全地区で2位とのゲーム差が最も広い6とし、まだ今季 23% しか試合は終わっていませんが、ドジャース独走と言っていいでしょう。ドジャースがワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績はこのようになっており、勝率は昨シーズンより高い状態で、さらに言えばドジャースはそもそも毎年出だしが悪いことでも知られ、コロナ禍により短縮シーズンとなった2020年を除く2017年から2023年のドジャースの4月成績はこのようになっており、2024年4月は比較しても良い成績、そして5月に入りドジャースは5連勝と絶好調。ドジャースはこれから夏に向けてさらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。ドジャースの凄さといえばやはり打者陣、チーム打率、OPS はメジャー全30球団でトップ。その中でも特に凄まじいのが1番から4番の上位打線。フリーマン選手こそ打率3割にギリギリ届いていませんが、ムーキー・ベッツ選手、大谷翔平選手は打率3割5分超え、スミス選手も3割3分超え。また、OPS は4人とも非常に良いと評価される 0.833 以上と凄まじいことになっています。一方で、ドジャースの投手陣は、チーム打率、OPS でメジャー全30球団トップの打者陣に比べるとやや弱さが指摘されてきましたが、今年加入したグラスノー投手が奮起し、さらに山本由伸投手も素晴らしい投球を続けていることもあり、チーム防御率はリーグ2位、ウィップはリーグ1位と実は素晴らしい成績を残しています。そして昨日にはオールスター2度選出を誇り、2019年には最高勝率のタイトルを獲得、2022年には開幕投手を務め、メジャー通算46勝16敗、防御率 3.02 を誇るエース右腕ウォーカー・ビューラー投手が22年のトミー・ジョン手術を乗り越え、約2年ぶりの復帰、勝利投手こそ逃しましたが、2年ぶりの実戦とは思えない力強い投球を見せ、さらに、今夏にあのカーショー投手が合流、冷静に考えると、ドジャース強すぎますね。ちなみに、さらに言えば来季には投手、大谷翔平も合流します。ある意味、エンゼルス時代のようなドキドキ感はなくなってしまいましたが、今日試合前時点でドジャース投手陣の各成績はこのようになっていました。用語の説明を簡単にしておくと、 QS クオリティスタート、先発投手が6イニング以上を投げかつ3自責点以内に抑えた時に記録されるもので、先発としての評価に重要な項目。 WIP 1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値で、先発投手であれば 1.00 未満なら球界を代表するエースとされ、 1.20 未満ならエース級、逆に 1.40 を上回ると問題であると評価。奪三振率、1試合平均9イニング平均の奪三振数 7.5 を超えると高いと評価され、9、つまり1イニングに1つは三振を取るを超えると奪三振投手と評価。こうしてみるとイケメン王子ことグラスノー投手の成績の素晴らしさが際立ちますが、山本由伸投手は悪夢といえるメジャーデビュー戦を迎えたものの、アメリカでの登板では負けなしで、防御率は2点台に改善させ、ウィップはもう少しで球界を代表するエースにかかる 1.09、 奪三振率も9を大幅に超える11勝、 QS3 を記録。年俸からの期待が高すぎたせいもありますが、ナ・リーグトップといえる成績を残しているドジャース先発陣の柱として存在感を見せていることがわかります。さて、今日の試合では山本由伸投手が通算8試合目4勝目をかけて先発、そして大谷翔平選手は4試合連続ホームランなるかに注目が集まりました。なお、大谷翔平選手の成績については次の動画で紹介します。この動画では山本由伸投手の今日の投球内容、最新の成績を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。まず山本由伸投手の今日までの試合を簡単に振り返っておきましょう。デビュー戦、ドジャースの開幕2戦目だった韓国ソウルでのパドレス戦、持ち味である制球が定まらず、1回43球被安打4後失点で降板。2試合目、ドジャース本拠地でのデビュー戦、持ち前の制球力が冴え、5回68球被安打2、5奪三振0失点と先発として完璧な仕事を見せましたが、
ドジャースはその後逆転負けし、メジャー初勝利ならず。3試合目、序盤こそ制球が安定せず、2度の満塁の大ピンチを迎えるも無失点で切り抜けると、3回以降は9人連続アウト、5回80球、被安打3、7奪三振、2フォアボール、0失点と、圧巻の奪三振ショーで、前回同様先発として完璧な仕事を見せ、3度目の正直でメジャー初勝利。4試合目、1回にツーラン、2回にソロ本塁打を浴びるなど、苦しい立ち上がりでしたが、3回以降のスプリットを中心にした投球にスイッチしたことで安定。毎回ランナーを出しながらその後はゼロに封じ、5回91球、被安打4、6奪三振、3失点と、先発としてゲームを作る力投を見せ、メジャー2勝目の権利を持って降板したものの、ドジャースは敗戦し、2勝目ならず。5試合目、初回2奪三振とたった9球で抑え、最高の立ち上がりを披露しますが、その後ソロホームランを被弾などで、6回99球、7安打、9奪三振、1フォアボール、4失点、自責点3と、メジャーでは過去最多の投球数&イニング&奪三振も最高を更新。なかなか課題は多かった中で、初めて QS 達成。勝敗はつかず。6試合目、1回2回と被安打0に抑える完璧なピッチング。そして5回には、山本由伸投手顔面強襲の169キロの強烈ライナーを山本由伸投手は見事にキャッチするという衝撃の場面がありました。結果として6回97球、4安打、7奪三振、1フォアボール、0失点という完璧なピッチングを披露し、2勝目。7試合目、初回いきなりフォアボールからヒットを打たれ、不安な立ち上がりとなりましたが、この回を無失点で抑えると、波に乗り安定したピッチングを披露。そして QS 達成となる6回94球、5安打、5奪三振、2フォアボール、0失点という完璧なピッチングを披露し、山本由伸投手は3勝目。前日の試合ではドジャースは延長戦でのサヨナラホームランと嫌な終わり方だっただけに、山本由伸投手がその悪い流れを断ち切る1勝をチームにもたらしました。そしてそこからドジャースは今日まで5連勝としています。さて、メジャー4勝目なるかに注目が集まった今日の試合。それではここから今日の山本由伸投手の投球内容を見ていきましょう。初球154キロ真ん中直球を打たれ、先頭打者本塁打を浴びてしまいます。ネット上ではコース甘すぎる、今日不安だ、そんな声が上がります。しかしその後ヒットを打たれるも無失点で切り抜けると、2回3回と三者凡退と、山本由伸投手らしい安定したピッチングを披露。4回にヒットを浴びますが無失点で切り抜け、5回三者凡退、6回にスプリットで初被弾。なお今日のスプリットはシーズン平均と比較すると、回転数1275から1386、落差31インチから30インチとなっており、スプリットは回転数が多くなると落ちが悪くなります。ただこの回1失点で抑え、7回三者凡退、8回ヒットを打たれるものの無失点で切り抜け、4試合連続 QS 達成となる8回97球、5安打、5奪三振、0フォアボール、2失点と、メジャー自身最長の8イニングを投げ切る先発として完璧なピッチングを披露し、ドジャース6点リードの状況で、山本由伸投手は4勝目の権利を持って降板。ちなみに、今日バッテリーを組んだのは、メジャー初勝利、2勝目、3勝目とバッテリーを組んだオースティン・バーンズ捕手ではなく、正捕手のウィル・スミス捕手。これまでバッテリーを組んだ試合は4試合で防御率 5.82 と相性が心配されていましたが、今日のピッチングでそのジンクスも乗り越えたと言っていいでしょう。なお、途中19球連続ストライクを奪うストライク先行のピッチング見せましたが、19球連続でストライクを取ったのは2000年に投球データ収集が始まって以来、ドジャース初の記録となりました。結果としてドジャースは今日の試合に勝利し、山本由伸投手は4勝目を獲得しました。ドジャースはこれで今季2回目の6連勝中、今季25勝13敗とし、最新のナ・リーグ西地区の順位はこのようになり、メジャー全地区で2位とのゲーム差が最も広い 6.5 とし、まだ今季 23% しか試合は終わっていませんが、ドジャース独走と言っていいでしょう。そして山本由伸投手の最新成績はこのようになり、各データのリーグ順位はこのようになっています。防御率、ウィップをはじめその他の指標を見ても文句ないでしょう。一時期は不安の声やバッシングの声もあったのは事実ですが、いや、今日初球先頭打者ホームランを浴びた時にも、やっぱり山本は、そんな声も聞かれましたが、結果で跳ねのけ続ける山本由伸投手。
さすがです。昨季16勝6敗、防御率 1.21 と圧倒的な成績を残し、3年連続投手4冠、沢村賞受賞という史上初の快挙を成し遂げ、日本球界の最高傑作と評価され、日本では敵なしの状態で MLB 投手史上最高額の12年3億2500万ドル約463億円の契約でドジャース入団を果たした山本由伸投手。この価値に見合う1年目の成績はどれほどのものを求められるのか。指標になるのはまず登板数との見方が多く、山本由伸投手はオリックス時代は週1回のペースで先発がほとんどで、ここ数年は年間で25試合前後でしたが、メジャーでは基本的に中4日で1年間ローテーションを守れば30試合以上を投げることとなります。ドジャースで活躍した過去の日本人の先発投手でいえば、野茂英雄が13勝28試合、石井和久が14勝28試合、前田健太が16勝32試合と、いずれも1年目に好結果を残しているので、山本由伸投手の契約額を考慮するとそれと同等、あるいはそれ以上が求められるとすれば、登板数は必然的に30試合前後、12、13勝が最低ラインとする米記者の声が多いようです。異国の新しい環境で適応すべきことは山ほどあります。野球のパフォーマンス以外でも適応した上で、162試合の長丁場、さらにポストシーズンを戦っていく体力をどう養うか。山本由伸投手もプレッシャーがすごい中大変だと思いますが、山本由伸投手なら期待に応えることができるはずです。なお、山本由伸投手が投げるボールが MLB では明らかに規格外と評価されているのが2つの球種。1つ目が一級品と絶賛されているヨーヨーカーブ、縦は変化は MLB トップ、多角的落ち幅は MLB トップ5。2つ目が物理法則を無視したフォーシーム、回転率は MLB 平均をかなり下回っており、回転率が低くなれば逆に落ちる性質が生まれるというのが一般常識になっているのですが、山本由伸投手は回転率が平均以下にもかかわらず、むしろ浮き上がる性質を有しているという謎のフォーシーム。この2つの球種が現在アメリカでは山本由伸投手の武器だとされています。鳴り物入りで入団で、それ相応の活躍が求められることは間違いありません。まだ先は長いメジャー生活、日本の時のような無双する山本由伸投手の活躍が楽しみです。さて、明日はマーリンズとの3連戦の第3戦、試合開始は今日より6時間早い4時10分からです。ゴールデンウィーク明けの平日の早起きは大変ですが、マーリンズスイープなるか、一緒に応援しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。